では次のマシュマロ行きたいと思います。海外のリスナーがたくさんいることについてどう思いますか？海外のリスナー、 Google 翻訳を使ったって書いてある。でね、これと同じで同じようなやつで、海外のリスナー向けに英語で一言どうぞっていうのがあって、ちょっとね言いたいなと思うんだけど、英語は全然できないんだけど、リスナーさん、海外のリスナーさん、ありがとうございます。スザラ全然英語できないんですが、国境を越えて見ていただけたりしてるのはとても嬉しいなと思います。むしろどんな感じで見てるのかとても気になる感じでございます。なんかニュアンスでこんなこと言ってるのかなとか、わかるのかどうなんだろう、国境を越えて通じるものが何かあるのか、鈴原の英語力にはどんなイメージを抱いているのかとか気になるところはあるのですが、ありがとうございます。 Thank you、Thank you for watching、Thank you ありがとうしか言えてないじゃないか。ちょっと I'm studying English、 頑張れるありがとうということで、ちょっと本当にごめんなさいっていう英語力なので、本当にごめんなさい、本当にごめんなさいっていう感じです。英語弱いは申し訳ない。見てくれてるのはとても嬉しいなと思います。 I was